メルセデスベンツ S, S クラスクーペ。メルセデスベンツ S クラスクーペ。メルセデスベンツ S クラスクープはドイツの自動車メーカーであるダイムラーがメルセデスベンツブランドで展開するクーペタイプの高級車である。前身は CL クラスである。コードネームは C2172014 年から製造・販売されている。年からは派生モデルとして S クラスカブリオレ。 R217 が登場している。S クラスクーペ、C217 は2013年のフランクフルトモーターショー、東京モーターショーにてコンセプト S クラスクーペとして展示された。その後、2014年のジュネーブショーで市販モデルとして発表された。CL クラスの後継者にあたる。かつて歴代 S クラスには W126、w W142 派生モデルとして、クーペモデルがあり、SEC そして短期間ながらも、S クラスクーペという名称が与えられ展開されていた。その後、1996年に CL クラスとして独立。そして再び、18年ぶりに S クラスクーペとして復活することになった。文字通り、S クラスがベースになっており、基本的な装備は S クラスに準ずる。 ただし S クラスクーペ専用装備かつメルセデスベンツ発搭載として後輪駆動モデルのみに搭載されるカーブチルイングファンクションがある。これはマジックボディコントロールにより前方のカーブを読み取りカーブに入ったところで車体を傾けるなどしロールを抑える機構である。エクステリアでは内部に片側47個のスワロフスキークリスタルを組み込んだ 専用の LED 式ヘッドライトを採用する。これにより表情はメルセデスベンツのフラグシップクーペとして極め豪華なものとなっている。2015年にはフランクフルトモーターショーイヤーでオープンカーバージョンである S クラスカブリオレが発表された。コードネームは R217。このモデルは S クラスの前身モデルである以来44年ぶりと なる高級大型4シーターオープンモデルである。基本ボディの60%をクーペと共用するが、オープンモデル化のための補強に関しアルミウムやマグネシウムを多く採用することで、ボディシェル重量を S クラスクーペ並みのレベルに抑え込んでいる。後部座席後方には格納式ロールオーバーシステムを備える。トップ、屋根には静粛性や耐候性を確保した3層構造のソフトトップを、 採用する。この操作はセンターコンソールのスイッチで行い、約20秒で開閉が可能である。なお、S500 はクーペカブリオレともに日本、アメリカカナダの各市場向けには S550 に名称を変更し販売されている。日本では2014年10月10日に発表。S554 マチッククーペ、メルセデス AMGS634 マチッククーペ、 メルセデス AMG S65 クーペの3モデルに、加えて、限定車として、S554 マチッククーペエディション1、メルセデス AMG S634 マチッククーペエディション1となっている。なお、日本仕様は導入当初、メルセデスアムックス65クーペ以外のモデルは、すべて4マチックのみの設定となり、CL クラスで設定されていた右ハンドル使用車は、 設定されなかった、なお S クラスクーペ4マチック自体が、左ハンドル専用設計である。2015年7月14日に、右ハンドル仕様の S550 クーペが追加された。S554 マチッククーペと比べて16万円高となっているが、これは、S クラスクーペとしては初めて急速 AT-9G トラーノック導入されたことによる。 一足から急速までの変速比幅が大きいことによってエンジン回転数が全体的に抑制され優れたエネルギー効率と快適な走りを実現 JC08 モード燃費は 9.6kmL で S クラスクーペで初となる平成27年度燃費基準プラス10%を達成した2016年3月1日に S404 S マチッククーペが追加された。この車種は S クラスクーペのエントリーモデルとして、すでにヨーロッパ一部を除くで2015年12月から追加販売されている。V6 エンジン、ツインターボに4マチックを組み合わせ、トランスミッションは 7G、トラーノックプラスであり、動力性能は0時速 100km 加速が5.6秒。最高速度は上位モデル同様、 リミッターが作動する時速 250km に達する。燃費は欧州複合モードで 12km、LJC08 モード燃費が 10.6km、L で CO2 排出量は 193g、km と公表されている。2016年6月2日にカブリオレが追加された。ラインナップは S550 カブリオレ、 メルセデス AMG S63-4 マチックカブリオレ、メルセデス AMG S65 カブリオレ、そして限定使用者として、メセデス AMG S63-4 マチックカブリオレエディション130である。2018年6月20日に、クーペカブリオレともにマイナーチェンジが発表され、同日より販売が開始された。2017年8月にマイナーチェンジされた。 セダン同様に、インテリジェントドライブの強化や、メルセデスミーコネクト、メルセデスミーコネクトが搭載されたほか、リアコンビネーションランプが、UKL に変更された。また、グレード体系が一部変更され、S404 マチッククーペ、S550 クーペ、S554 マチッククーペ、S550 カブリオレは、エンジンの置換とトランスミッションの急速への多段化。 S55 クーペは、エンジンの痴漢のみを受け、S454 マチッククーペ、S560 クーペ、S564 マチッククーペ、S560 カブリオレにそれぞれ解明され、メルセデス AMGS634 マチッククーペと、メルセデス AMGS634 マチックカブリオレ、もうエンジンが痴漢され、トランスミッションが急速に多段化、四輪駆動システムを、 トルク可変型の4マチックへ変更され、メルセデス AMG S634 マチッククーペとメルセデス AMG S634 マチック被る予例解明された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。